はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。3時をちょいと回りました。9月は16日の月曜日ですね。この日は29度でございまして、暑い、ちょっとかけてきましたか。さっき日が照ってたんでね、今日晴れるかなと思ったんですけどですね、ちょっとかけてきましたね。はい、行きましょう。読売新聞オンラインにですね、これは昨日出た記事かな、15日出た記事ですね。北朝鮮製兵器の到着後、攻勢強めるロシア軍。ウクライナ情報機関トップ、尋常ではない量の砲弾を送り続けているということです。ちょっと読みますと、こんな感じですね。米ブルームバーグ通信によると、じゃあ最初に報道したのはこれブルームバーグかと思って、ブルームバーグの日本語版を探したんですけど、これに類する記事はございませんでした。まあだから多分訳してくれなかったんでしょうね、日本版に載せてくれなかったんでしょうね。米ブルームバーグ通信によると、ウクライナ国防省の情報機関情報総局トップのキリル・ブダノフ局長は14日キーウで開かれた会議で、北朝鮮が尋常でない量の砲弾をロシアに送り続けていると述べ、北朝鮮がロシアのウクライナ侵略の最大の支援国だとの認識を示した。ブダノフ氏によると、北朝鮮の兵器がロシアの港湾などに到着し、その8から9日後からウクライナ国内のロ軍が約2週間攻勢を強めるというサイクルが繰り返されている。これね、ここのね、こう書き方で思ったんですけど、北朝鮮の武器ってロシアの港湾に到着するというのは、ロシアの港湾どこの港湾ですか。多分極東エリアのウラジオストクとかあっちでしょうね。それで北朝鮮とロシアって一応陸続きなんですね。細いですね、約2キロ、20キロやったかな、20キロぐらいのですね、回廊があって、そこで鉄道は一応通ってるんですよ。通ってるんですけども、なんか そこで貨物輸送をしている感じがしないんですね。で、キム・ジョンウンがですね、極東ロシアを訪問したんですね。今年やったかな。その時にはですね、あのお得意の列車で行ってるかと思いきやですね、そうでもなさそうなんですよ。でもしかしてあの鉄道は今機能していないのかもしれません。補線がうまくいっていないのかもしれませんね。とするとですね、北朝鮮の東海岸から出た船がですね、ロシアのウラジオストクなりに着くわけですね。港湾って書いてあります。で、そこからですね、貨車に積み替えてですね、ウクライナ方面に送るわけです。だいたい1週間かかります。1週間、まあその貨車ですから止まることはないですね。ずっとまあ走り続けて、8から9日後だから、まあ超特急で行けばだいたい符号が合うわけですね。まあそれにしてもですね、ふーんっていう感じですけどね、ほんまにそうなんっていう感じですね。北朝鮮の兵器は製造されてから短期間でロシアに届いている模様だ。米調査団体紛争兵器研究所 CAR は11日、北朝鮮で今年製造された弾道ミサイルがウクライナで8月に使用されたことが分かったと発表した。CAR が8月18日にキーウ近郊で見つかった北朝鮮製ミサイルの残骸を調査したところ、113と刻印された部品が見つかった。今年は北朝鮮の年号、括弧主体で113年に当たる。今年1月に回収されたミサイル部品には112と刻まれており、CAR は昨年製造のミサイルだと分析していたということで、この記事は終わっております。非常に短い記事ですね。つまり北朝鮮はミサイルを製造してどんどこですね、ロシアに送り込んでいると。まあその見返りに多分ドルをもらってるんでしょうね、あるいはエネルギーをもらってるんでしょうか。で、北朝鮮の援助物資の中にですね、配られた援助物資の中にロシア製の小麦があったというふうに言われています。だからまあそんないろんな取引が活発化しているということですね。北朝鮮って軍需産業に一番その最優先のに資材をですね、送り込んでるわけですね。だからですね、ミサイルもですね、どんどこ大量生産をしているのかもしれませんね。今だから北朝鮮で一番の稼ぎ頭は砲弾とミサイルを作っていると、その製造工場ということになるんでしょうかね。
北朝鮮製の兵器がどの程度ですね、こう有効なのかというのは非常に疑り深いところですけども、まあ作るに従って精度も上がるでしょうし、材料なんかもですね、ロシアが調達してくれるでしょうし、まあそれでですね、北朝鮮はですね、ロシアの軍需向上化しているということもある程度言えるのではないでしょうかね。昔ね、僕はまだ高校生の時です、15、6歳の頃ですね、40年近く前ですね、38年ぐらい前にですね、朝鮮学校出身の友人がいましてですね、で朝鮮高校に行ってる彼のお友達がですね、この彼のその僕の友人のところに遊びに来てですね、でまあ酒でも飲みながら、まあ高校生ですからね、酒なんか飲みながら話をしていたんですけども、その彼が友人がね、僕の友達の友人がですね、朝鮮へ行った訪問するんですよ、当時朝鮮高校の人たちって、で時の話をですね少ししてくれたんですけども、俺とお前は敵同士になって戦う相手かもしれんからあんまり言えへんとか言われて、あそうとか言いながら聞いてたんですけど、あれでしたね、手榴弾、手榴弾ですね、手榴弾の工場なんかを見に行ったというふうにこう言ってくれました。あ手榴弾作ってんのか、まあ、そりゃ作りますよね。で手榴弾ってそんなにこう難しいもんじゃないですかね、製造するのに。あだから手榴弾の工場はあるんやと。であと砲弾の工場に行ったとは言ってくれませんでしたけども、手榴弾ができるのであれば手榴弾より砲弾の方が簡単なんですね、だから当然自分たちで作ってるでしょう。でですね、さらに言えばですね、ミサイルもですね、彼は自分たちで作ってますよね。で最優先で作ってるんじゃないですか、ミサイルとか砲弾とかそういう武器の類は。である程度の精度はできてるんじゃないですかね。というのは盛んに彼らはですね、短距離ミサイルとか撃ってるでしょ弾道ミサイル、この前も実験して2発撃って1発は失敗と言われてますけども、まあ2発のうち1発でもね、予想通り飛べばええやんと、後ろ向きに飛ばへん限りはええやんと、弾道ミサイルは後ろ向きに飛びませんからね、理論的には、まあ、ええやんということでですね、そういうノリで作ってそれをロシアに売ってるんでしょうね。ねえ、でロシアはですね、慢性的に武器が足らないからですね、北朝鮮製でもですね、まあ、ええやんええやん使うかって使ってるんでしょうね、だから非常に今北朝鮮とロシアの結びつきがですね、かなりですね、こう強固になってきてるんちゃうかなという気がします。でこの前ショイグさんとい もう前国防大臣がですね、北朝鮮に行ってですね、金正恩とハグしてましたよね、あれは何を言いに行ったのかってよう分かりませんけどもですね、何かあれですね、日帰りで来たということはプーチンのことづけを伝えに来たわけですよ。多分通信回線を使うとアメリカにバレるという懸念があるようなことをですね、伝えに来たんちゃうかなという気がします。多分そのお互いの武器に関することではないかなという気はしますね。なんか怪しい行動です、あれは。もしかしたらね、いよいよ北朝鮮の人員ですね、兵隊さんたちがですね、ウクライナ戦線に登場するのかもしれませんよ。それの最後の念押しに来たのかもしれないし、何かこう援助物資を送るということについて、ですね、プーチンの言葉を伝えに来たのかもしれません。でも今北朝鮮とロシアってですね、かつてないぐらいにですね、ガツッと握ってるという感じがしますね。はい、ということでこの読売新聞、今全部読みましたけども、このアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。